難民を引き受けるべきかという話が盛り上がっておりました。多くの人は、シリアの難民の状態なんか見てですね、日本は非常に難民を引き受けてないんじゃないかと。申請が何件のうち、まだ11人しか引き受けてないとかいうことでですね、そういうことをテレビとか新聞が言っておりますが、相変わらず何も考えずに言ってるっていう感じを私はいたします。難民という点でですね、世界の歴史とか民族を見ますと大きく2つに分かれますね。一つはアーリア人系の人たち。これはインド西方からアメリカまで分布するいわゆるヨーロッパ、ロシア、中東、アメリカ合衆国の人たちで、彼らはアーリア人ですから、力があれば他国への侵略は良いことであると。良いことですよ。というふうに判断いたします。その主人公、例えばローマ帝国のシーザー、もちろんナポレオンなんかもみんなそうですが、英雄として尊敬されます。犯罪人か英雄かというと、英雄として尊敬されるわけですね。力があれば他国への侵略は良いことである。現在中国はそう言ってますね。国の力が変われば国境が変わる。これは同じこと言ってますね。だからこの侵略は日常的なんです。例えばフランスとイギリスですらですね、100年戦争をはじめ何百年と戦争ばかりし続けてるわけですね。そうしますと当然ある国がある国を侵略しますから、そこで難民が発生します。つまり侵略と難民というのはペアになっていまして、したがって侵略を良いとする国は難民も受け入れるという、そういう伝統があるわけですね。一方アジアの海洋民族ですね、特に、それからアメリカのインディアン、そういった人たちですね、だいたい日本、日本、フィリピン、ベトナムあたりから北アメリカ、南アメリカまでの太平洋沿岸の国、この国はですね、自分の土地は自分の土地、他人の土地は他人の土地という意識があって侵略はほとんどしません。こういう国ではですね、たまに他国へ侵略するとその主人公は英雄ではなく悪人とか失敗とするんですね。例えば豊臣秀吉の朝鮮征伐がそうですけれども、もちろんこれアーリア人にとっては英雄ですよ。貧困な家庭から育って、日本の全体を取り、かつ力余って朝鮮まで行くと、あれは今の北朝鮮の北側ですね、朝鮮の国境まで行きますからね、大変な成功なんです。ところが日本人は豊臣秀吉の朝鮮征伐をあんまり言いたくないんですよ。なんでかって言ったら豊臣秀吉は確かに英雄なんだけれども、朝鮮に行ったのはちょっとねっていう感じなんですよ。つまり、日本人というものはですね、アジアのこの海洋民族というのはですね、侵略することは良くないことなんですよ。力があっても自分の土地は自分の土地、他人の土地は他人の土地なんですね。そうしますとアジアには侵略がないので難民が出ないんですよ。これ中国は別ですよ。中国はアーリア人系の性質を持ってますからね。だけども海洋国家は例えば日本にしても、フィリピンにしてもですね、ハワイにしても他国に出ていくってことしないので難民が出ないわけです。だから難民を引き受けるっていうことは侵略がいいとすることになるわけですね。今回のシリアの難民なんですけれども、この場合はですね、発生原因は1920年のヨーロッパの中東における、線引きって言いますかね、ここはお前のとこで利権取れよ、だからこことここはイラクとシリアの間なんか直線引いて、それでフランスとイギリスが分け合うっていうことをしたわけですね。だからこれはアーリア人的な発想で難民が出てるわけですから、つまり力があったら他国を侵略していいという、そういう思想で難民が発生してるわけですから、難民がヨーロッパに向かえばヨーロッパが収容するべきですし、ロシアに向かえばロシアが収容するべきなんですよ。日本関係ないんですよね。日本はもっとはっきりとですね、こう言わなきゃいけないんですね。難民を引き受けるということは侵略につながりますと。なぜかといえば、なぜ難民が発生するかといったら、これは侵略によるからですと。それからその国のことはその国の人が片付けるのが基本ですからね。例えば日本のように徳川家康と豊臣家が争ってもですよ、それはその農民に被害がいかないように、つまり難民が出ないように戦ったんですよ。関ヶ原とかそういう内戦でもそういう内戦をするべきなんですね。どうしてももちろんその戦争は良くないですよ。だけどもたまには戦争が起こるんですよ。例えば西郷隆盛と明治政府、榎本武揚と明治政府というのは起こるわけですね。ですからその場合ですね、
どうするかというと、それはやっぱり権力者同士でやってくれと、ね、最後高森が腹切って、それで一応終わりと、そしたら難民が出ませんよ。つまり標的が民衆にないんですよね。その権力争いというのはどうしても起これば、それはどっかでやってくれっていうことなんですね。だからそういうふうな戦争の形ですね、内乱の形、それからその侵略の思想、それが及ぼす国民への影響、これはもう日本とかアジア海洋民族の方がずっと優れてるんですよ。だからそれを世界に言ってですね、テレビなんか見てますとね、まずなんかヨーロッパとかそういうところに住んでた人とか、そういう意識が強い人が出てきて、ヨーロッパではって言うんですよ。それはヨーロッパは侵略国家だからね、侵略国家の道徳を言ってるに過ぎないんですよ。それが道徳っていうか、むしろ難民を収容するっていうのは必要悪なんですよね。侵略するということを認めれば、どうも失礼しました、侵略することを認めればですね、難民も保護しなければいけないということなんですね。だから我々は自分たちが考えていることがヨーロッパの、まあ、いわば侵略を前提とした国家の道徳でものを考えているのか、それとも日本アジアの海洋民族として考えているのか、豊臣秀吉はなぜ悪いのに、なぜシーザーは英雄なのかと、それをちゃんと考えてですね、そして日本が難民を引き受けるべきかを決めるべきだと私はそう思ってるんですね。したがって私の最終的結論は、申し訳ないけども日本は難民を引き受けられません。日本人も難民として外に出たことはありません。日本も随分、内乱があったんですけども、日本人の内乱のやり方はこういうやり方ですと。だからぜひアーリア人の人もね、国と国と戦うときはこうしてください。それから例えば中国にもですね、国の力によって国境が変わるなんてそんな変なこと言っちゃダメですよとちゃんと言って、そしたら難民出ませんからね。チベット難民なんかもそうですよ。中国が中共ですね、中国共産党がチベットを占領したから、侵略したからチベット難民が出てるわけであって、ね、それはもう力があっても他の国は他の国っていうアジア海洋民族の思想ですね。日本のね、平和運動家ってあれ何やってるんですかね。大体平和運動家は難民引き受けろなんつってるんですよ。だからこれ平和を目指すんなら難民引き受けちゃいけないんですからね。だからそういう日本の優れた考え方、アジア海洋民族の優れた考え方をですね、やっぱり世界に普遍していくということが、世界平和を作る意味で非常に重要だと、こういうふうに思いますね。難民を引き受けるべきかという話を2回目ですね、こういった話の時ですね、日本の社会、特に私が言っている NHK のが存在する日本の社会ですね、こういった社会はですね、どんなことでも良いかの方法を直感的に選ぶわけですね。それでなぜそれが良いのかということの問いは、ほとんどしません。だからまあ言ってみれば子供レベルって言ったらちょっと失礼なんですけども、中学生とか高校生ですとですね、全体状況とか歴史とかそういうことを深く知りませんので、自分の感覚で、ちょうど小学生の延長線上ですか、かわいそうだとか、日本だけが難民を引き受けないのも何かというのは直感的なところで止まってしまうわけですね。それをもう一つ深く考えて、30年後、50年後、もしくは日本という国をどうするかという点から、全てのことは考えなきゃいけないし、それにそれほど時間がかかるっていうわけでも、ないわけですね。習慣みたいなもんでしょうか。ところが日本では良い子になりたいという気持ちが強すぎて、とにかく難民はかわいそうだから引き受けなきゃいけないんじゃないかという、こういう、ことになるわけですね。しかし私たちが親として、もしくは一人の大人として、社会人としてという責任を考えますと、あることが日本のためにどういう影響があるか、問題があるかないかということを冷静に考えなければいけないと思うんですね。で、第1回は難民と戦争というものを考えました。難民というのがなぜ出るかっつったら、ほとんど戦争なんですね。政治体制の大幅な変更というのもあるんですけれども、基本的には今まで戦争だったんです。だから難民を引き受けるっていう文化はですね、主として戦争の多かったアリア人
に、まあ、固有の文化であって、例えばアジア海洋性民族の場合はですね、歴史的にほとんど他国を侵略しておりませんから、難民というのもほとんど発生していないと、まあ、そういうことなわけですね。ですから、その、まあ、これをどう考えるかがもう一つあります。で、今回第2回はですね、日本の安全、社会、生活の安全という意味で、これをどう難民との関係で考えるかということですね。まあ、前々から言われているように、外国人労働者を受け入れると治安が乱れると。まあ、事実、外国人労働者に殺される日本人というのは後を絶たないわけでありますが、我々、日本に住んでいる国民としてですね、生活の安全を保つということはもう本当に重要なことで、まあ、特に女性の方々なんかはですね、安全に生活ができるという日本の環境は非常にもある意味で財産であります。で、こういったものはいわゆる常識で決まるところもあるんですね。例えば人のものを盗んではいけないという、まあ、常識が蔓延、ちゃんとなっている国とですね、それから取られる方が悪いというような常識である国とでは大きく犯罪というのは違うわけです。で、まあ、日本の場合はですね、世界的にも犯罪は非常に少なくて、まあ、得意な国であるわけですね。これはまあ島国であったり、かつまあ我々と儒教的な道徳が行き渡っているとか、それから階級制がほとんどないといったですね、まあ、日本社会の長らくのことから生まれたわけであります。その一つをちょっと紹介しますと、まあ、日本はご存知のように、江戸末期までは鎖国制度を取っておりました。まあ、もちろんその前、ほとんど国と国との交渉がないときは、まあ、鎖国政策は取ってませんでしたけど、現実的には外国人ほとんど来ませんので、鎖国状態と同じだったわけですね。江戸時代ぐらいになりますと、かなり、外国、まあ、植民地時代になりますから、外国からの圧力が来るんですが、それを跳ねのけていたと。ところが幕末から明治の初めになって、次々とヨーロッパ人、アメリカ人が、まあ、来るようになりますと、日本にですね、いろんな感想があるわけです。そのうちの典型的なもの、これは明治の初め、確か明治2年だと思いますけど、日本に来たモースの著述の表紙を、まあ、示したのが、まあ、そのこの表紙なんですけども、まあ、その時にですね、どういうことをモースが言ってるかと、まあ、いうことですね。これはモースが書いた文章の一部をちょっと載せましたけれども、彼が言ってるのはですね、日本間ですね、鍵のかかない、もちろん鍵のかからない襖の日本間のところで、和机を置いてモースは研究をしてたわけです。二枚貝の研究をですね。時に外出することがあって、襖が開けっぱなしたまま、その和机の上に小銭をこう置いて、まあ、出かけると。そしたらそこはもちろん掃除の人とかですね、子供が次々と入ってくるわけですが、モースのお金は一向に取られないわけですね。でそれモースがびっくりしてるわけですが、日本から言えばこれびっくりしてることじゃなくて、日本人の感覚っていうのは、他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものですね。ところがアーリア人であるモースはですね、の世界、アーリア人の世界は、自分のものは自分のものだけども守らなきゃいけないし、他人のものもまあ、無防備に置いてあれば取ってもいいと、まあ、そういうような文化ですからね。ですから、まあ、日本人が小銭に手を加えないということに対して本当にびっくりしてるわけですね。当時のこうアジアでですね、アジアでも、まあ、フィリピンなんかどうだったか分かんないんですけどね、まあ、通常中国なんかが代表してますから、子供や貧困層がお金を見て盗まないはずがないと。しかし日本では全くその気配がないということに、まあ、びっくりしているわけです。これは今でもその伝統がありましてですね、そこに、ここにちょっと図がこれを表紙に貼りますとちょっと見づらいもんですから、あえて、その別の表としてここに貼り付けましたけれども、これは10万人あたりの殺人件数を出している、殺人発生率を出しているわけですけどですね、日本はこの表の一番下にありまして、0.62 という殺人発生率が書いてあります。これに対してですね、日本よりか10倍程度多い国というのはアメリカまでですね、ちょっと読んでみますと、南アフリカ、コロンビア、ブラジル、メキシコ、フィリピン、台湾、アメリカと、まあ、こういうふうになっておりまして、ちょっとフィリピンが非常に高いのは多分ですね、これ、イスラム領域の国との争いがあったり、それから政変がどんどんあったりすることで、フィリピン全体の人柄っていうのは
そんなに盗むような人柄じゃないんで、ちょっとおかしいんですけども、まあ、台湾も、まあ、日本が統治してる時には安全だったと思うんですけども、今ではちょっと統計上は大きくなってますね。そこまでが、発生率が6を超える、つまり日本のちょうど10倍以上であるということですね。それから、まあ、やや危ないっていう国ですね。それが、まあ、アルゼンチン、ハンガリー、フィンランド、ポルトガル、モーリシャス、イスラエル、スコットランド、カナダ、まあ、これまでですかね。まあ、生活をしててやや危険性を感じるということですね。それから比較的安全な国っていうのがその下にこう続いておりまして、ヨーロッパ諸国なんかはここにあります。クウェートっていうのは、まあ、中東といっても新興国ですから、今言ってるシリアとかイスラエルとかそういうところとは違いますけどね。大体まあこんなふうになっていて、日本っていうのはもう飛び抜けて、世界の中では安全な国なんですね。そうしますと、ここに異民族というとちょっと言い方がきついんですけれども、違う国民が入ったらですね、それはまあ平均的には必ず、まあ、日本の治安が悪くなる。これはそうですね、もちろん。そこでそのあんまり治安が悪いような国から人がどんどん来ると、やっぱり日本も治安が悪くなるんですね。アメリカの黒人兵っていうのが非常に危険な感じがするんですが、それはアメリカの常識は日本の10倍ですから、やっぱりアメリカ人はまあ日本人に比べて人を殺してもいいという感じが10倍あるっていうことなんですよね、簡単に言うと。ですから、日本よりか危険な国からの移民は原則として認めない。じゃあその比率どのくらいするか。最も移民を自由に受け入れていい国は日本よりか、殺人発生率が少ない国だ。まあ、この表ではもうないんですけどね。そういう国からですと、むしろ移民を引き受けた方が、もしくは外国人労働者を引き受けた方が日本が安全になると、まあ、こうなりますね。それからまあイギリス、スイスぐらいまではいいかと、日本の倍ぐらいまでいいかということになりますと、だいたいヨーロッパの国あたりはもう移民とか労働者として受け入れていいと、こういうことになりますね。それ以上の危険な国からはちょっとご遠慮いただいて、理由としてはもう少しあなたの国が、犯罪率が少ないような国でしたらいいんですけど、犯罪率が多いところから日本に外国人労働者なんか来ますと、決まって犯罪したり、駅前でなんかいかがわしいものを売ったりっていうことをしますから、やっぱり日本の社会としては望ましくないんですと、まあ、こういうことに、まあ、なりますね。ですからここのところをよく考えて、移民というのを原則を決めるっていう必要があると思います。私はまあアーリア人の地域からは移民を認めないと。それから日本の犯罪率の、殺人犯罪率の倍以下の国、2倍までは我慢すると。本当は2倍までじゃなくて日本以下にしたいんだけど、2倍までは我慢するけれども、2倍以上危険な国からは移民とか外国人労働者は入れないと。そういう一つの国のですね、大きな考え方ですね、生活人生の安全に対する考え方をまずしっかりする必要があると。問題はそれからだというふうに私は思います。